衝撃 IMP が CDTV ライブライブで披露した圧巻のダンス。最新曲バムブーで見せたキレと美しさに注目。ダンスの技術力とメンバーそれぞれの魅力に迫る。昨夜放送された CDTV ライブライブでの IMP のパフォーマンスは視聴者にとってまさに圧巻の一言でした。彼らの最新シングルバムブーに合わせたダンスは 音楽業界の中でも極めて難易度の高いステップを見事に揃え、まさに一瞬たりとも目が離せないパフォーマンスを披露しました。IMP のダンスの技術力は、そのスムーズさとキレのある動きで定評がありますが、昨夜のパフォーマンスはそれをさらに上回るものでした。特に、メンバー全員が一列になって見せた高速ステップのシーンでは、その完璧な足さばきと統一感が際立ちました。 IMP のダンスは単に技術的に優れているだけではなく、そこには表現力も豊かに込められています。昨夜のステージで見られたのは、単に正確な動きを追求するのではなく、各メンバーがその瞬間にどう体を使い、感情を表現するかという芸術的な側面が強調されていました。特に椿大河のパフォーマンスは、多くのファンからも絶賛され、 彼の体の安定感やステップの美しさが際立っていたと多くの SNS で言及されています。体が一切ぶれず、まるで水の上を滑るような滑らかさとともに、エネルギーを内包した動きは、IMP のダンスを象徴する一面です。IMP の各メンバーはそれぞれ独自のダンススタイルを持っており、その個性がグループ全体のパフォーマンスに多様な魅力を与えています。以下では、影山拓也、佐藤あたら、 本井輔、椿隊が鈴木隊が横原祐樹、松井湊の7人のメンバーそれぞれのダンスについて分析します。まず、影山拓也は IMP のリーダーとしてグループをけん引しています。彼のダンスは力強さとエネルギーに満ちており、そのリズム感が非常に優れています。影山は激しい動きと繊細な表現力を巧みに使い分けることができるため、 観客をを瞬時に引き込む力を持っていますまた彼のダンスは非常にアグレッシブで特に力強いジャンプやターンなどのダイナミックな振り付けが得意です一方で緩急をつけた細やかな動きも見逃せません影山のダンスはズム感と表現力のバランスが取れており彼のリーダーシップがステージ全体に反映されています佐藤渡良のダンスは非常に柔軟でスムーズな動きが特徴です 彼の身体の使い方はしなやかで、特に彼の腕や手の表現力が豊かです。佐藤は、どんな振り付けにも感情を込めて踊ることができるため、見る者に強い印象を与えます。彼のダンスは流れるような動きが多く、リズムに対する自然なアプローチが感じられます。また、彼の表情管理も優れており、ダンスの各シーンにおいて適切な感情表現を取り入れることで、 観客により深い感動を与えることができます佐藤のダンスは美しさと感情の融合が最大の特徴です。元井俊介は正確さと安定感が際立つダンサーです。彼のダンスは無駄のない動きと細部にまで注意を払ったパフォーマンスが特徴であり、非常にテクニカルな振り付けでも高い精度で再現することができます。元井はステージ上での存在感も非常に強く。 彼の動き一つ一つが他のメンバーと完璧にシンクロしているのが印象的です。特に彼のフットワークは素早く、難易度の高いステップを軽やかにこなす姿は、彼のダンススキルの高さを物語っています。彼のダンスは、精度と力強さが同居したパフォーマンスです。椿大河は IMP の中でも特にダンスのテクニックに優れたメンバーの一人です。彼のステージ上での体の使い方は非常にしなやかで、 特にバランス感覚が優れています椿のダンスは、軽やかなステップと柔らかな動きが特徴であり、彼が踊ると全体のパフォーマンスがより一層引き立ちます。彼の動きにはエレガンスがあり、どんなジャンルの振り付けにも自然に適応する能力を持っています。また、彼は瞬時に感情を切り替えることができ、楽曲ごとに異なる雰囲気を表現することができます。椿のダンスは、 繊細ささと優雅さが特徴です鈴木大河のダンスは、グループの中でも最もエネルギッシュでダイナミックなスタイルを持っています。彼の動きは大きく力強く、そのパワフルさがステージ全体に迫力をもたらします。鈴木のダンスはリズムに対する鋭い感覚があり、特に激しいビートに合わせた振り付けでは、その力を最大限に発揮します。さらに、彼は身体全体を大きく使うことが得意で、 腕や足の長い動きがステージ上での彼の存在感を際立たせます。鈴木のダンススタイルは、視覚的なインパクトが強く、観客を圧倒する力があります。横原祐希は IMP の中でも表現力豊かなダンサーとして知られています。彼のダンスは、感情を込めた繊細な動きが特徴で、観客に強いメッセージを伝える力を持っています。横原のダンスは、 音楽との一体感が非常に強く、彼の身体がまるで音楽と一体化しているかのように感じられます。また、彼は振り付けに自分らしさを加えるのが得意で、常に新しい発見をもたらすダンサーでもあります。特にスローテンポの曲では、彼の持つ独自の世界観が際立ち、観客を魅了します。横原のダンスは、音楽と完全にシンクロした芸術的な表現が特徴です。 松井港のダンスは、若さとエネルギーに満ち溢れており、彼の動きには常に生き生きとした躍動感が感じられます。松井は、その自然体なパフォーマンスで観客を魅了し、彼のダンスには自由さと楽しさが溢れています。彼の動きは非常に柔軟で、さまざまなスタイルに適応できる能力を持っています。また、彼は観客と一緒にステージを楽しむ姿勢があり、 そのポジティブなエネルギーがダンス全体に伝わっています。松井のダンスは、エネルギッシュでフレッシュな感覚が特徴であり、彼の伸びやかな動きはステージに新鮮な風を吹き込みます。このように、IMP のメンバーそれぞれが異なるダンススタイルを持ちながらも、全体としてのパフォーマンスに調和を生み出しています。各メンバーの個性が引き立つことで、グループ全体のダンスがより立体的で魅力的なものとなり、 それが IMP のパフォーマンスの大きな魅力と言えるでしょう IMP のダンスにはただ練習を重ねて習得する以上の何かがありますそれは彼らがステージに立つ際に感じる特有の緊張感や期待感をパフォーマンスに転化し観客に伝える力です視聴者の多くが昨夜のパフォーマンスを見て感動した元気をもらったとコメントしたのもその表現力の豊かさが観客の心に響いたからでしょう 高速ステップや体力を消耗する振り付けの中でも、IMP のメンバーは終始笑顔で楽しんでいるかのように見えました。これこそが彼らの真骨頂であり、どれほど厳しいパフォーマンスでも、楽しむ心を忘れないプロフェッショナルな姿勢が際立っています。さらに、IMP の魅力はその多面的なアプローチにあります。パフォーマンス全体を通して、ファンの心をつかむために細部まで工夫が凝らされています。 例えば、ステージの照明やカメラワークも、彼らのパフォーマンスを最大限に引き立てるために非常に巧妙に使われています。昨夜のパフォーマンスでは、各メンバーのカラーを象徴するライトが彼らを照らし、その瞬間、会場と視聴者の間に一体感が生まれました。このような演出が、単なる音楽パフォーマンスを超えて、一つの芸術作品としての完成度を高めています。IMP のダンスの素晴らしさは、 彼らの身体的なパフォーマンスだけではなく、その背後にあるストーリーや感情にまで及んでいます。今回のパフォーマンスを見て、あるファンは、まるで操り人形が空中で踊っているかのようと表現しました。この比喩が示す通り、IMP のステップはしなやかで柔軟、その一方で力強く正確であり、まるで人間を超えた存在が動いているかのように感じさせます。そして、それを生で目の当たりにした観客は、 その迫力に圧倒され、彼らの技術に感動を覚えるのです。彼らが披露したダンスは、その瞬間だけの魅力ではありません。各メンバーが持つ独自のスタイルやキャラクターがダンスを通して垣間見えることにより、ファン一人一人が異なる視点から彼らの魅力を楽しむことができます。特に、昨日のパフォーマンスでは、ワイプ画面で見せた彼らのリラックスした姿が、ステージ上の緊張感あるパフォーマンスとの対比として、 さららに彼らの人間的な一面を際立たたせまし IMP は厳しい練習を積み重ね、完璧なパフォーマンスを提供する一方で、ファンとの距離感を縮めるためのその部分も見せることを大切にしています。これが彼らが単なるアイドルグループ以上の存在として多くのファンに愛される理由の一つでしょう。IMP の成功は彼ら自身の努力だけでなく、チーム全体の連携によるところも大きいです。 彼らのパフォーマンスは、単に一人一人のスキルを見せるだけではなく、グループ全体としての調和を重視しています。例えば、各メンバーの動きが完全に一致するシンクロナイズドダンスは、その完成度が高いほど観客に大きなインパクトを与えます。特に、バムブーのクライマックスで見せた足さばきの正確さとスピード感は、視覚的にも非常に魅力的であり、観客を魅了しました。ファンからは、 どうやってあのステップをこんなにも揃えているのか、と驚嘆の声が上がるほど、IMP のパフォーマンスは一糸乱れぬ統一感を持っています。IMP のパフォーマンスを語る上で、彼らの衣装やスタイリングも見逃せません。昨夜のステージでは、黒を基調とした衣装が彼らのスタイリッシュなイメージをさらに強調していました。シンプルながらも洗練されたデザインの衣装は、彼らのダンスの動きを際立たせ、 ステージ上での存在感を一層引き立てました。特に椿大河のシースルーを取り入れたスタイリングは、多くのファンから色気があると絶賛され、視覚的にも非常に魅力的でした。IMP のパフォーマンスの裏には、厳しいトレーニングと多くの努力が隠されています。多くのファンは、の苦労を理解しており、彼らがどれほどの準備を重ねてこの完璧なステージを作り上げたのかを感じ取っています。それが、 彼らががパフォーマンスを終えた後のの満足感や感や動につながっているのです「一緒に踊っている気持ちで息切れした」とファンが表現するように IMP のステージは観客を引き込みまるで自分もその場で踊っているかのような錯覚を覚えさせます。